アン・オーギュスト・リエボー、フランス語、オン・ブワズ・オーギュスト・リーベルト、1823年9月16日から1904年2月18日は、フランスの医師。催眠研究における、ナンシー学派の創始者。催眠を、病的なものではなく、暗示を受けやすくなる心理学的現象であることを、証明した。リエボーは1823年に、 ロレーヌ地方のムルトイコールエイコールモゼル県で生まれ、ストラスブール大学で医学を学び、後に南シー市郊外に移り住んで内海を営んだ。極めて謙虚な人物で、貧民には無料で催眠療法を施した。その活動の中で、リエボーはメスメリズムの動物時季節を完全に否定し、暗示によるものであるとの確信に至った。リエボーは睡眠と その関連領域について心が体に及ぼす、影響で染めルイレーターナログズ、コンシダーズサートゥジュポイントデビューで得る、アクションジュモラルシュールルフィジックと題する、催眠に対する、先駆的な書物を出版したが、売れたのは一冊のみであった。1882年、リエボーは、ナンシー大学の有名な精神学教授である、ヒポライトベルネームの知るところとなり、共同研究を始める。 1886年にベルネームは暗示療法と題する著書を出版し、リーボーの業績を世に広めたため、ナンシーには国内外から研究者が集まり、やがてナンシー学派という一大勢力となる。ナンシー学派の考えは、催眠を動物時期やヒステリーなどによる病的現象と完全に決別し、現在でいう催眠トランスと暗示の概念を確立したことにある。 そして、ジャンマルタン・シャルコを中心としたサルペトリエール学派と強く対立した。シャルコーラは、催眠はヒステリー患者にのみ現れ、その発言は、痙攣やカタレプシーを伴う大催眠であると主張し、ナンシー学派を小催眠と軽蔑した。しかし、数多くの実験結果と、1889年に開かれた国際会議で、 ナンシー学派の正当性が認められ、20世紀初頭における、最も成熟した、催眠療法モデルとみなされるようになった。リーボーの研究は、イギリスの医師ジェームズ・ブレードの影響を強く受けている。またジーク・ムント・フロイトやエミール・クーエは、リーボーの元を訪れ彼から催眠を学んでいる。ただし、二人とも、この後催眠を使うのをやめ、フロイトは自由連想法を、クーエは、 自己暗示を心理療法に用いるようになる。リーボーはナンシーで1904年に80歳で亡くなった。ありがとうございます。